豊臣秀吉と徳川家康の確執がいろいろあると。さあ、目の前に見えている鳥居、あれが豊国神社の鳥居です。国家安康君臣豊楽っていうのがここにこう枠で、真言宗智山派総本山智釈院、ポクポクハロー YouTube、 東大法学部首席ニート神社仏閣 YouTuber の山田です。今日は綺麗な川後ろにありますが、ここは京都市を流れる鴨川を渡る橋に来ております。でこの橋の名前なんですけれども、こちらご覧ください、正面橋と書かれています。今日はこの橋を東に渡ってさらに進んだ先にある豊国神社およびその周辺のお寺とか神社、これを巡りたいと思います。豊国神社って言ったら、あの豊臣秀吉がお祭りされている神社なんですけれども、いろいろ調べてみたらですね、その豊国神社とかその周辺を巡っては豊臣秀吉と徳川家康の確執がいろいろあるということが分かったんですよ。なので今日はぜひ皆さんにその調べた結果っていうのを共有したいと思っているので、早速参りましょう。正面通りと書いてあります。橋渡ってこれをさらに進んでいった先に豊国神社があります。この通りが正面通りと言われる理由は、この先にある建物に秘密があります。先ほど通ってきた正面通りっていうのはこんな感じで結構狭い道なんですけれども、ここから急に道幅が広くなります。そして奥に見えてくるのが鳥居がありますが、あれが豊国神社です。なぜこれ急に道が広くなるかってことなんですが、現在豊国神社があるあそこにはもともと宝光寺というお寺がありました。でこの宝光寺ってお寺、豊臣秀吉が建てためちゃくちゃでかいお寺です。20メートルの大仏があるということで、東大寺の大仏が15メートルぐらいなんで、あれよりもさらに大きい大仏があるような、それはそれはでかいお寺が建てられていたってことなんですよ。まあ、秀吉が自分の権力を誇示して、自分はその日本というのを仏教というその思想という点でも支配するんだっていうことを象徴するような建物なんですが、それを建てたと。なのでここはその宝光寺の参道ってことで結構整備されたんですよね。だから広い道があるということになります。正面通りと言われる理由は、宝光寺の大仏殿の正面にある道だったからなんですね。で、そうこう喋っていたら、右手にこんな感じの何か塚のようなものがありました。これ何でしょうか。さあ、こちら、ミミズカ、かっこ花塚と書いてあります。この塚は16世紀末、天下を統一した豊臣秀吉がさらに大陸にも支配の手を伸ばそうとして朝鮮半島に侵攻した、いわゆる文禄慶長の役にかかる遺跡である。秀吉配下の武将は古来一般の先行の印である朱球の代わりに朝鮮軍民男女の鼻や耳を削ぎ、塩漬けにして日本へ持ち帰った。それらは秀吉の命によりこの地に埋められ供養の儀が持たれたという。これが伝えられるミミズカの始まりである。で、日本の武将が朝鮮に行って朝鮮の兵士たちと戦いましたっていう。でそれで、あのいわゆる先行ということで朝鮮の人たちの耳とか鼻を削い でそれを塩漬けにして持ってきて、私はこんなに人を倒しましたっていう、まあ、そういうふうなことで提示したってことになります。で本来は、まあ、高級武将であれば特になんですけれども、普通は首を持ってくるっていうのが、まあ、スタンダードだとされたんですけど、やっぱ朝鮮出兵って船とか使ったりするので結構持ち運びが大変だということで、首は重いので耳とか鼻にしましょうって、まあ、そういうことになったわけですね。でこれ歴史の教科書とかだとミミズカっていうふうなことで紹介されること多いですけれども、実際には鼻の方が多かったらしいです。要するにその鼻は1個しかないじゃないですか。で耳はこう2つあるわけですよ。だからその私こんなに人倒しましたってことを証明するにはやっぱ鼻の方が1個しかないので、耳に比べるとこうごまかしが効きづらいっていう、まあ、そういう話があって、実際には鼻の方が多かったらしいです。さて、じゃあこれからどんどん豊国神社の方に向かっていきます。まあ、このようにですね、やっぱりこの辺りっていうのは豊臣秀吉に関連するような遺跡あるいは史跡っていうのが数多くあるんで、どんどん巡っていきましょう。さあ、目の前に見えている鳥居、あれが豊国神社の鳥居です。そしてこの通りもかなり幅が広いですね。これもやはり宝光寺大仏殿時代に表参道ということで整備されたことに由来します。こちら豊国神と書いてあります。で、何よりも目を引くのがこの石ですね。でかーと、まあ、こうしてみればわかるんじゃないでしょうか。こんな感じ、僕の、まあ、身長が、まあ、身長全然わかんないですけどまあこんな感じなんですよ、僕がこれなんで、まあ、それもでかい、めちゃくちゃでかい岩がこれバーッとずっと向こうの方まで並んでいるということになります。
でこれお寺時代だった時の境内を区画する石垣だったんですね。だからこの石の大きさからも方向寺がいかにでかいお寺だったかってことがわかるんじゃないでしょうか。こちら、何やらかっこいい字でなんか書いてありますね。これ豊国大明神って呼びます。これ秀吉の神としての名前です。まあ、この豊国っていうのは、まあ、豊足原の中津国っていう表現が日本書紀古事記かな、ちょっとどっちか忘れましたがにありますと。でそれはどういう意味かっていうと、まさにこの世界のことです。天の世界の高間ヶ原があって、で地上の世界の豊足原の中津国があって、そして地下の世界の黄泉の国があるみたいな、そういう3段階の世界観を、まあ、古事記とか日本書紀では想定していたんですが、そのうちのこの世界のことを豊足原の中津国と言います。でその豊足原の中津国をまあ支配するというそういう意味が込められているのが、この豊国大明神ということになるわけですね。鳥居では一礼をしましょうさあ境内に入ってきました。まず何よりも目を引くのが手水舎ですね。ここに5匹の木、秀吉の家紋があります。そしてここにはひょうたんから水が出てると。ひょうたんといえば秀吉。そしてここに京都市動物園のチケットが置かれてます。誰かが忘れました。さあ手水舎で手を清めて、いよいよ参拝していきましょう。奥にあるあの門、あれがこちら国宝豊国神社唐門伏見城遺構と書いてあります。国宝の唐門ですめちゃくちゃ立派ですね。ちょっと近づいていきましょうと思ったら、目の前に、何か人が、おじさんがいます。この人が、まあ、豊国大明神こと、豊臣秀吉ですね。こちらに秀吉がいらっしゃいます。門の近くに看板がありました。ちょっと読んでいきましょう。この門については、正面の唐門は伏見城の遺構と伝え、二条城から南禅寺の金地院を経てここに移築されたもので、西本願寺大徳寺の唐門とともに国宝三唐門の一つとされている。この豊国神社のちょっと歴史とかについてはちょっとまたいろいろ調べたので、そっちはまた共有させていただくとして、まずはこの唐門をちょっと見ていきましょう。これが天下三大唐門でしたっけ。西本願寺と大徳寺と、これ伏見城の遺構、まあこれお寺巡りしてる人あるあるかと思うんですけど、意外と伏見城の遺構って世の中あちこちありますよねでこれもそれらしいです。でその後何でしたっけ、伏見城の遺構から二条城に移って、金地院に移ってここに来たみたいなことで、だから3回引っ越してるってことなんですかねめちゃくちゃ引っ越して多忙な人生を送ったもんということになるでしょうか。まず目を引くのがこの豊国大明神と書かれた額、変額っていうんですかね、御用勢天皇が何か書いてあるって書いてありましたが、さあで隣になんかこう鶴が左右に2羽いますね。この鶴、目なし鶴っていうふうに言われるらしいです。パンフレットに書いてあります。目が書かれてないんですよね。まあなんか目っぽいのあるっちゃあるんですけど、目は彫られてないらしいんですよ。でなんで目掘られてないかってことなんですが、これ作った人、左甚五郎って人なんですけど、左甚五郎が作ったこの鶴があまりにもうまいということなんで、目を入れてしまったらもう実物そっくりだから飛び立ってしまうとまあそういうことからちょっと目は入れんとこうとってことで、目は入れなかったみたいなことで書いてあります。確かにまあ実物っぽい鶴ではありますねなかなか面白いです。さてじゃあこの豊国神社の歴史を簡単に説明していきます。参考文献こちらです。まあ、この話なんですが、その1からその4までまあ4つぐらいのステージがあると。でちょっと話長くなるんですが、これからいろんなとこ巡っていくにあたっての基礎というんですかね、基本になる話なんで、ぜひ聞いていただけるととても嬉しいです。まずその1ということで、方向寺が創建されます。秀吉が自らの権力を誇示するために、まあ、豪華壮大なお寺を作ろうと、奈良に東大寺があったんですが、その東大寺がまあ当時あの戦国時代に焼けてしまっていたんですが、その東大寺を超えるような自分の力でそんなでっかい仏像とでっかいお寺を作ってやろうっていう野心のもとで、高さ20メートルの大仏があるような大きなお寺を作りました。東大寺の大仏が15メートルってことなんで、それよりも5メートル大きいと、もう東大寺のあの大仏だけでもうあの、マジかってぐらいでかいんで。で、境内もすごく広くて、33間堂も含まれるほど広い境内だったんですね。まあ今地図出てるように、こんな感じのすごい広い境内だったんです。で、完成したのが1595年、秀吉が天下統一した5年後ってことになりますね。で、その1終わりです。その2行きます。報告者が創建されます。そんな秀吉が1598年に死にました。
で、そうすると、まあ、今地図に出ているこの阿弥陀神という山があるんですが、この山のふもとに報国者という秀吉を神として祀る神社が創建されます。で、これが今ある豊国神社の前身です。で、広さは100万平米で、東京ドーム21個分で、遺体については阿弥陀神の山頂に葬られました。さあ、ということで、秀吉は宝光寺というそれやすらでかいお寺と報国者っていうそれやすらでかい神社を残しました。ただ1615年大阪の陣で豊臣家が滅亡します。そうすると徳川家康は早速これらに手をつけることになります。まず報国者を廃止しました。まあ、要するに徳川家康の時代になったのに秀吉を祀るような神社があるのは、まあ、ちょっと許せないだろうと、なんであんねんということで破壊します。まあ、厳密には破壊したといっても、直接壊したというよりかは朽ちるに任せてボロボロにしたみたいな、風化させたみたいな、そういう壊し方をしたらしいですけど。ただ一方の宝光寺については、まあ、宝光寺、まあ、大仏があって、まあ、わーってことででかかったんで、まあ、どうせならこれを国威掲揚っていうんですかね、自分の天下の国家のお寺として転用してやろうじゃないかってことで、宝光寺については残す方針を固めます。ただし当然秀吉が作ったんで、秀吉色が強かったということなんで、家康と仲が良かった妙法院、これからいきます、妙法院に宝光寺の管理をすべて任せちゃうんですね。で、最後その4ということで、今ここにある豊国神社が創建されます。明治時代になると秀吉を持ち上げる、まあ、ムーブメントみたいなのが起こりました。まあ、それは秀吉が日本を大きくした立役者、先ほど言いましたが、朝鮮に大陸に進出して日本の国土を大きくしようとしたりしたとか、まあ、そういうことが結構フィーチャーされて、まあ、秀吉を祀るような神社をもう一回再興しようじゃないかっていう動きが活発になります。で、そこで1880年、宝光寺跡地に今ある豊国神社が創建されます。で、宝光寺、先ほど家康も残したっていうふうに言いましたが、地震だ火災だってことでだんだん衰退していって、まあ、今もあるんですが、すごく領域は小さくなってます。なので、今豊国神社が建ってるあたりは、まあ、さら地みたいになってたんですね。で、その跡地に豊国神社を創建して、これを報国者の再興ということにしようっていうことで作られました。で、これで今に至る、まあ、そんな歴史になります。話は以上です。長くて本当に申し訳ないです。本当に申し訳ないと思ってるんですけどね。まあ、この動画の指針は、その皆さんに僕が調べたその結果っていうのを全て共有したいと思ってるんですよ。なのでちょっと丁寧めに語らせていただきました。次に行くのが、宝光寺なんですね。宝光寺今あるのかどうかなんですけど、一応あります。この豊国神社の左側にですね、こんな感じで、奥に見えますでしょうか、まあ、盆章が、大きな盆章があって、その奥にお寺があって、これが宝光寺ってことで残ってます。で、ここで紹介したいのはこの盆章です。さあ、この盆章めちゃくちゃ大きいです。ちょっとまた大きさ伝わりづらいですけど、めちゃくちゃ大きいんですよ。で、まあ、これご存知の方は本当に申し訳ないんですけれども、この盆章をきっかけの一つとして大阪の陣が起こったとか言われている盆章です。ちょっとここに説明書きがあるので、ちょっと説明書き読んでいきましょう。国家安康の名称。この説明書きによると、この盆章は1614年に豊臣秀吉の子供秀頼が鋳造したものです。ただ問題となったのが今映っている白い枠の部分です。この右下の枠に国家安康と書かれ、左上の枠に君臣豊楽と書かれていました。この盆章を見た徳川家康はこの文字に激怒し、言いがかりをつけます。まず国家安康については、安の字で家康の2文字が分断されていると、これは家康に対する呪いである。また君臣豊楽というのは、豊臣を君とする、そして平和な世界をというような意味に通じるんじゃないかという言いがかりをつけたんですね。で、これをきっかけとして、徳川家康は豊臣秀頼を滅ぼす大阪の陣を引き起こしましたという説明書きが書かれています。まあ、もちろん実際これ諸説あるみたいなことで理解します。さあ、ということで、豊国神社とその隣にある宝光寺を巡っていきました。まあ、豊臣秀吉を祀る神社の隣には、豊臣家滅亡のきっかけとなった鐘があるっていうのはなかなか面白いですけれども、さあ次にですね、豊臣秀吉がもともと祀られていた報国者があった場所に向かいたいと思います。で、その道中に妙法院とか智釈院とか、この辺りがあってですね、この辺りも豊臣家と徳川家の対立、あるいは確執に深く寄与するような、そういうお寺があったりするので、これらも紹介させてください。次に向かうのは智釈院なんですけれども、こちらに見えているこの壁が33間堂です。そしてこちら、この近代的な建物ありますが、これが京都国立博物館です。
これ四条通りという通りなんですけれども、ここはもともと宝光寺の境内でした。先ほども言いましたが、33間堂も含まれるような大きな境内が宝光寺だったということになります。めちゃくちゃでかいことがわかると思います。さあ、で智積院は大きな門のあれなんですけれども、ちょっと、パッと見つけた紹介したいのがあの門です。これが33間堂で、今日は行かないですめっちゃ行きたいですけど行かないです。奥にあるあの門がですね、ちょっとこれ宝光寺に関係するところなんで、ちょっと紹介したいです。この先にある門も宝光寺の大きさを物語ります。さあ着きました。これが、南大門です。ここに書いてありますね、蓮華王院南大門。蓮華王院というのは33間堂のことです。さあ、ということで門をくぐった南側に来てますが、ご覧ください、めちゃくちゃでかいですねこの門、1600年に豊臣秀頼が作ったっていうふうに、ウィキペディアに書いてありますが、これ今は蓮華王院、つまり33間堂の門です。ただ当時はさっきも言ったように、宝光寺っていうのは33間堂も含むような大きな境内だったってことなんで、この門は宝光寺の南の端、南の玄関口である南大門ということになるわけです。そしてこの門からバーッとこう塀が続いてるの見えますかね。これも33間堂の所有物だと思うんですけれども、この塀は太閤塀ってことで、これも宝光寺の南側をここで隠していたってことになるわけです。ちょっと近づいてみましょう。さあ、こんな感じで門に塀に近づいてきましたが、いわゆる軒丸瓦っていうんですかね、この瓦の一番こっち側にある丸いやつをちょっとご覧ください。さあ、これもう模様お分かりですよね。これ誰の家紋かというと、これは豊臣秀吉、豊臣家の家紋です。五七の桐ですね。このことからもこれが宝光寺の南を隠する門であるということをお分かりいただけると思います。でどうでもいいんですが、ちょっと今見つけたんですが、こちらこの軒丸瓦だけなんか壊れかけていて、しかも模様がこれ三つどもえになってますよね。多分これは後から作られたやつなんだと思います。なんでこれ豊臣の門にしなかったんですかね。ちょっと道外れてきましたが、宝光寺の大きさお分かりいただけるんじゃないでしょうか。ここまで宝光寺だったんですよ。今地図出てますが、めちゃくちゃでかくないですか。宝光寺、秀吉があの東大寺を超えてやるっていう意欲に燃えて作ったお寺、さすがに規模が違いますよね。さあ、じゃあ話ちょっとそれましたが、智積院の方に向かっていきます。さあ、ということでやってきました。後ろご覧ください。真言宗智三派総本山智積院、真言宗のお寺なんですね。で、智三派っていうのは、真言宗っていろんなこう派閥があるらしいんですが、そのうちの一つの智三派っていうのの総本山なんですね、ここは。で、このお寺も豊臣秀吉と徳川家康の確実に大いに関わりのあるお寺ということなんで、ぜひ紹介させてください。さあ、看板がありました。簡単に勉強していきましょう。智積院、真言宗智三派の総本山で、全国に3000余りの末寺がある。元紀州根室山の学頭寺智積院であったが、豊臣秀吉の焼き討ちに遭い、学頭源流僧侶は難を京都に避け、後に徳川家康の帰依を受けて、慶長6年1601年に豊国神社境内の某社と土地を与えられ、智積院を再興した。その後昭雲禅寺を拝領し、現在に至っている。後飛ばします。さて、補足していきましょう。真言宗のお寺といえば高野山が有名ですが、高野山と並び真言宗の聖地とされた場所があります。それが根室です。根室には多くの学問寺院、つまり勉強するための寺院がありましたが、その中心にあったのが智積院で、そこの学頭が源流僧侶という方です。この根室は根室宗と呼ばれる僧兵を抱え、大いに勢力を伸ばしましたが、小牧長久手の戦いにおいて徳川家康についたことから、豊臣秀吉と対立し、翌年豊臣秀吉によってほとんどの同社を焼かれてしまいました。当時の智積院の学長だった源流は、この焼き討ちによって以後16年間難民のようにあちらこちらの寺を転々とする生活を余儀なくされてしまうのです。つまり一言で言うと、根室あるいはそのトップの智積院は秀吉の攻撃によって滅ぼされてしまったんです。残りの解説も追ってしていきます。話の続きはこちらの像の前でさせてください。こちらの像ですが、ここに源流僧侶、ちょっと見にくいですが書いてあります。この源流さん、この方こそがこの智積院の第一世です。ちょっと見ていきましょう。源流僧侶、ちょっと字が読みづらくて申し訳ありません。
まあ、僕が誤るのか分かんないですけど、豊臣秀吉の奇襲根頃攻めの難を逃れ、さっき説明したやつですね、苦節16年、慶長6年、1601年、徳川家康の下護を得て、当地に智積院を再興されたと書いてあります。さあ、じゃあ先ほどの話の復習から入りますが、1598年に秀吉が亡くなりました。そうすると間もなく報国社っていう神社が建てられましたと。いいですかね。だから1600年関ヶ原の戦いで家康が勝ちましたとなると、徳川家康による秀吉潰し、あるいは豊臣潰しっていうのがじわじわと始まっていくわけですよ。その第一弾がこの智積院ってことになるわけです。どういうことかというと、もともとこの智積院があったあたりには、その報国社の参道横にある部族の神社とかがあるような、まあ、報国社の、まあ、境内みたいな感じだったんですよ。なんですけれども、徳川家康がだんだんとその報国社を追い詰めようってことで、その領域の一部を接収してですね、まあ、分取って誰に与えたかというと、こちらの源流僧城ってことになるわけです。でこの源流僧城っていうのは、秀吉による紀州根頃攻めにあって以来、こう各地を転々とするような難民みたいな生活をしていたらしいんですけれども、家康にそういう領地を与えられて、ありがとうございますってことで、ここに智積院を建てたっていうことになるわけです。まあ、そういう意味では、こう秀吉がこの源流僧城をその難民みたいな感じにしたんですが、家康がその秀吉が死んだ後に秀吉の土地を分取って、秀吉によって難民にさせられたこの源流僧城に土地を与えたっていうことで、華麗な復讐を果たしてるって、そういうことになって面白いですね。さあ、場所を移して後ろに、盆章がありました。でこの盆章、それ自体ではないんですが、智積院に昔から伝わる盆章があるらしいんですが、その盆章っていうのは報国者にもともとあったものが智積院に移されたものっていうことらしいですもう要するに、まあ、これは家康がやったかどうかちょっと僕そこまで分かりませんが、おそらくその報国者がその徳川家によってこれから追い詰められていくわけですが、その過程で報国者にもともとあった盆章っていうのがこの智積院に移されたものだっていうふうに僕はそう理解してます。まあ、このことからも智積院、このお寺が家康による報国者潰し、豊臣通しっていうのにかなり大いに利用されたというか、かなりそこに関わってるってことが分かる面白いエピソードかなと思いました。さて、じゃあこれから智積院の有料拝観エリア入っていきますが、その前にもう一点だけ伝えたいことがあります。先ほど、まあ、言ったように報国者の一部を分取ることによって智積院を与えたっていうふうに言いましたが、さらにその後豊臣家が没落した後にですね、さらにこの智積院の領域を拡大させて、近くにあった松雲寺っていうお寺まで全部この智積院の領域にしちゃったんです。松雲寺の説明していきます。先ほどの看板もう一度見ていきましょう。第2段落目からご覧ください。松雲禅寺は秀吉が長男鶴松かっこ捨て丸の菩提を弔うため建立した寺で、当時は都第一と言われた。こう書いてあります。豊臣秀吉とその側室淀殿との間には秀頼という子供がいて、これが豊臣家の跡継ぎとなった。まあそんな感じで理解されている方多いと思いますし、僕もそう理解していたんですが、実はこの秀吉と淀殿との間にはもう一人子供がいた。それがこの鶴松という人です。ただこの鶴松は幼い時から病弱で、わずか数え年3歳で死んでしまったらしいです。秀吉は鶴松の死を大層悲しみ、まさに今智積院があるあたり、宝光寺の近くに鶴松の菩提を弔うための、それはそれは立派なお寺を建てましたが、それが松雲禅寺、松雲寺です。まあ、都第一と書いてありますが、それはそれは豪華壮大なものだったらしいです。豪華壮大っていうごめんなさいマジックワードを使ってすいません、まあ、でかかったらしいです。つまり一言で言うと、この松雲禅寺、秀吉が魂込めて作ったお寺ということになります。ただ家康による報国者潰し、秀吉潰しってことで、その松雲寺っていうのは智積院に全部接収させて、お寺自体廃止されました。廃寺となりました。徳川家の許可を得て全部吸収されちゃったんですね。このことからも家康が徹底的に豊臣家っていうのを潰してるってことがわかるんじゃないでしょうか。でこれから行く有料拝観エリアでは、ところどころにその松雲寺の名残っていうのがあります。松雲寺の名残を探しながらちょっと見ていきましょう。さあ、今こんな感じで拝観手続き済ませてきました。この拝観、有料拝観エリアがこちら目の前にある庭園、これも有名ですが、もう一つここに書いてあります通り、国宝長谷川等伯障壁画っていうのもあります。それがこちらなんですね。まずこちらから行きたいと思います。まあ、この智積院の庭園って結構庭園好きの間では結構名庭とされるらしいです。その名庭っていうのは実は松雲寺のものであったと。今比叡神宮にやってきました。さあ、隣にまあこれ本殿がありますが、ここよりもむしろ重要なのはここです。ここ豊国神社って書いてます。
江戸期からずっと秀吉をお祭りしていたらしい。ここが重要なんですよね。五輪の塔、これが豊臣秀吉のお墓です。